皆様こんにちは。グラストニアコンシェルジュのモーリーです。フロントの岩内です。はい、本日は地下1階に来ておりますが、こちら受付のスペースでございます。実際に新郎新婦様が受付のグッズを持ってきていただいた際にどのように飾っていくかのご紹介をさせていただきます。はい、今はまだ何も飾り付けしていない状態でございます。はい、こちらのスペースもすごい素敵なので、もうあえて飾らないですよって方もいらっしゃいますし、せっかくゲストの方がお待ちの時間にいろいろ見てほしいからということでグッズを持ってきてくださる方も多くいらっしゃいます。では本日はお手伝いでちょっとスタッフ呼んでいきたいと思います。フラデコさん、お願いします。はい。あ、いきなり木が出てきましたね。緑しい木が吉山さん、これは何ですか？はい、これはフォトツリーといって、はい、受付を飾るお写真を飾るアイテムになります。あ、そうなんですね。ついてますもんね、今いろいろ。そうなんです。あー、素敵。はい、これは、はい、フラデコさんで準備していただけるものですか？はい、そうです。当館でご準備させていただいているものになります。そうなんですね。じゃあお写真持ってくるだけでそうですってことですね。で、十分受付が華やかに。だいぶ華やかですよね、これあると。すごい素敵。ではこちらは引き続き、はい、飾り付けをお願いします。いきます。はい、お願いします。はい、ではこっちにもいろいろグッズが今日届いております。はい、じゃん。写真立てがたくさんありますね。いいですね、すごいおしゃれな写真立てと、はい、あとは何が今日来てますかね。ウェルカムボードと、まあ、造花のブーケ、お花と、ね、まあ、ぬいぐるみと、まあ、ボードと写真のガーランドとクロップスとイニシャルと、まあ、アルバムとかですね。こういうグッズを持ってきてくださる方が今多いですかね。そうですね。じゃあこれがどのように飾られていくか、そのまま引き続き飾り付けをお願いします。ではスタート。できました。完成しましたね。まず、あ、ウェルカムボードは、はい、こういう感じでちょっとメインなので、はい、見えるところに止まりました。で、この立てかけるもイゼルは当館で貸し出しさせていただいてます。そうなんです、はい、結構お持ちでない方多いですよね。そうですね、いろいろ大きさもありますので。そうですね、ご相談いただければ。持ってきてもらうだけで大丈夫ということですね。はい、あ、イニシャルはここに来てますね。はい、一番見やすいところですね。はい、あとフォトツリーが完成してます。さっきここの部分だけだったんですけど、切り株と増えて写真がいっぱい入れれるんですね。そうですね。お写真は何枚ぐらい飾れるんでしょうか？何枚でしょうか。50枚くらい。はい、フラデコさんでしたかね。お写真何枚くらい飾れますか？大体まあ20枚とか、まあ、30枚持ってきてくださる方もいらっしゃったりします。なるほど。はい、じゃあそれを持ってきてこう下まですらっと飾って、はい、好きなだけ持ってきてくださる。いいですね、はい、結構思い出でお写真撮る方 いっぱいいらっしゃると思うので。あ、そうですね、うん、ほんとぜひ、フラワーデコレーターのパズダでした。失礼いたします。そしてそして、暖炉にはお写真と、あとウェルカム飾ってありますね。はい、目につきやすいですよね、一番ここは。このウェルカムおしゃれですよね、うん、すごいおしゃれですね。フレームを一つずつ変えることによってだいぶ変わりますもんね。はい、このフレーム、このご結婚式の後にも普通にお写真入れて飾れるからいいですよね。はい、いいね。あとこれは実は私がさっき作ったものなんですけど、麻紐とクリップ100円均一に
売っているので、お写真をこう印刷していただければこう撮ってずらーっと飾ることができます。ちょっとスタッフの写真を勝手に勝手に飾っておりますね。あ、アップされておりますこういう感じで新郎新婦様のお二人のお写真とか、ゲストの方とのこういう集合写真飾るのもいいですよね。あ、ここにあったってゲストの方喜んでいただけます。はい、はい、あ、こっちにも来てます。ウェルカムボードもここにありますね、はい、写真立てウェルカムアルバムですね。実はこれは、あ、カマオクと入ってますが、グラストニアの外観の絵ですよね。すごい素敵ですよ、ね、素敵。これはなんかどこかで作ったみたいですね、いいですね。あとはプロップスが並んでます、はい、ゲストの方がこうお写真撮ってくださる方が多いので、はい、このグッズあるとすごいいいですよね。盛り上がりますよね。こうね、やり合っちゃったりとかやり合っちゃったこのままご披露宴会場に持っていくことできるので、ご披露宴会場でお写真タイムでそのまま使うのもいいですね。はい、はい、それではですね、あの本日は受付スペースのご紹介をさせていただきましたが、結構いろんなものを飾れますもんね、ウェルカムスペースだと。なんかもうツリーもあったり、あとはガーランドで写真並べたりとかできますので、ぜひお二人らしさっていうのをここで皆さん好きなすごい動かし方ですよ、はい、こういうぬいぐるみちゃんとかお好きな趣味のお二人の共通の趣味のものとかお持ちいただけると、お二人らしさがよりグッと出るかなと思います。はい、それではですね、あの本日もあのこちらの動画を見てくださった方、ぜひあのチャンネル登録していただければと思います。では、あのまだこのままですね、あのスタッフ全員でブライダルフェアに来てくださることお待ちしてますので、ぜひお越しいただければと思います。それでは皆さんでお待ちしてます。